これは96ビューティーログっていう、結構クラシカルでオーソドックスなノーズライダーですね。アウトラインはまあ普通、こうストレートラインの長い、まあ、ノーズライダーとしてはすごいオーソドックスな感じで、ノーズもまあ結構ワイドに取ってあって、テールもワイドで、まあとにかくノーズがリフトするようにちょっとストレートな感じで作ってます。板全体的にフラットロールで落としてあって、でそこにスプーンコンケーブが入ってる感じで、スプーンコンケーブのエンドはこうなるべくスムーズに逃がしてある感じにしてます。こうすることでちょっと軽い波とかでも結構こうあんまり深いスプーンコンケーブだと、このコンケーブエンドでちょっと波が詰まる、水が詰まる感じがあるんだけど、それを解消するために結構ここはあの綺麗に抜いてます。でこうノーズライディングしてる時の後ろ足の横ぐらいは結構コンケーブのエッジを張らせて、そうですね、こうよりリフトが強くなるようにちょっとコントロールしてます。そうですね、あとテールエリアですね。まあ、普通のノーズライダーだとテール丸く作る場合が多いんですけど、こうラウンドさせる場合が多いんですけど、これはちょっとこの辺まではラウンドしてるんですけど、最後ちょっと薄いコンケーブでちょっとムーンテールと合わせて、こうすることで結構ターンのキレが良くなって、コントロール性が増します。ただこのサイズのノーズライダーにしては結構コントロールもすごいいい感じの板になってると思います。レールもまあちょっと若干テーパー気味な50-50っていう感じで、まあ最初から最後までずっと50ですね。ロッカーはまあ多分普通のノーズライダーでイメージするよりは若干ロッカーつけてます。やっぱこうすることでこうノーズライディングの時のリフト感と、あとこう波のセクションで走りすぎないで一番いいポジションでノーズライディングでとどまれるように、調整してます。一応ノーズライダーなんでちょっと長めの方が、より持ち味が出ると思うんで、だいたい96から910ぐらいがおすすめです。